こんにちは。アマゾンエフェスサポーター、堀秀夫です。今日はカートを取得すると売れるわけ。まあ、カートを取得するというのをね、まあ、いつも言ってるんですけど、まあ、実際取得するとね、まあ、どれぐらい、まあ、売れるか、まあ、どうして儲けやすいか、まあ、それがね、えー、今一つ、まあ、腑に落ちていない方もいらっしゃるようなんで、まあ、解説記事、解説動画を作ります。で、これ今ね、 日本の Amazon で買い物するときに目立つとこ,こに出てくるポイントアップキャンペーンってやつの、ね、中身なんですけどキャンペーンでの獲得率というのをポイントアップの条件としてねまずプライム会員になれと、ね、3%ポイントつきますそしてショッピングアプリで買えパソコンじゃなくてスマホにアプリを入れて買えって言ってるわけですねでさらに Amazon のカードを使えと いうのでね、えー、Amazon のカードの種類によってって形になってるんですけど、これきっとわかるようにね、プライム会員が重要なの分かりますけど、アプリにすごい力を入れてると。ねまあ、スマホを使って購入する客の囲い込みが激化しています。まあ、これはスマホを使って購入させるとたくさん買う、あるいは良い客が買うからということでね、まあ、要はスマホで買わせた方が儲かるというので、えー、スマホを アプリを入れさせたいというのでね、囲い込みをしています。そしてもともとスマホ利用率が高くて、まあ、パソコンはね、仕事でしか使わないという人も多いオーストラリア人。スマホの場合、まあ、パソコン以上にカート取得が重要というのが言えます。でこれ例えば、スマホで買い物するときの画面なんですけど、今ね、日本にいるんで、 オーストラリアの見ちゃうと日本に発送するにはって形でね、カートを出せないんで、まあ、えー、日本で、日本アマゾンでカートを出しましたで。その場合ね、こう商品が出てきて値段が書いてあって、いつ届くか書いてあって、カートに入れるというボタンを押すともう、えー、カートに入ります。だからね、まあ、この値段なんだなって言ってプチって押すと、ね。で、もっと安く売ってる人いないかなとかいうね、えー、チェックをする項目はないんですね。 だからね、もう、例えば、すごい安い人がね、半額の2500円で出してたって、カートが取れてれば、4980円で売れちゃうという形になります。ところが、カートが取れない場合、ね、どうなるかというと、その、買うっていうボタンが出てこなくてね、これで全員のオプション、出品者一覧が見れますと。出品者一覧を出して買う形になります。 そうするとね、当然のことながら出品者一覧見て、まあ、わざわざね、お気に入りの出品者とかっていうのを探して買うなんてことはまあ不自然なんで、普通ないです。基本的にはまあ一番安い人から買う、えーまあ。もしかしたらすぐ届いた方がいいかなって言って FBA でね、すぐ届くものを買う人もいるかもしれませんけど、まあ、ただね、えー、やっぱり一覧を見ちゃうと安い人から買うと。 比較して買うって形になっちゃいますんで、まあ、カートがない,ない状態で、えー、出してる。ねあるいはカートが取れてない状態ってのは非常に売れにくい。ねまあ、目立つ黄色のボタンをクリックすると出品者一覧出てくる。一覧が出てくれば最安値の出品者しか売れないと。また最安値を調べて購入する客を相手にしても稼ぎにくいです。ね、これ商品探しの時に、あのー、 言ってて、でも何度も繰り返していますけど、安くなきゃ売れない商品、まあ、安くても儲かるならいいんですけど、通常ね、安くなきゃ売れなくて、安くしちゃうと儲かんないってことになるんで、まあ、やっぱりね、高くてもこのカートをプチッと、ね、押して買うような人が買う商品、そういうのを売って儲けたい、そういうのを売った方が儲けやすいっていうのがあります。そんなわけでね。 カートを取得できるアカウント状態にして、カートを取得できる商品を販売することが重要になります。まあ、これね、どうやるとカートが取れるようなアカウントになって、まあ、どういう商品だとカートが取れるかというのはね、またマニュアルの方、あるいはサポート、メルマガの方で配信してますんで、まあ、そちらの方、まあ、チェックしていただいて、まあ、何しろカートを取るということは非常に重要と。でスマホで買うならなおさらのこと。 で残念ながらね、日本、日本からこのスマホで見た場合には、えー、まあ、オーストラリアの人がどう見えてるかね、えー、わかんないんですけど、まあ、ただいずれにしても、ね、あの、高くても売れたと。なんで自分の高くても売れちゃったのかなというような商品がね、それね、大抵の場合カートが取れて売れたということになりますんで、そういう商品をできるだけたくさん見つけるというのが重要です。まあ、カートを取得すると売れるわけ。 まあスマホだと一目瞭然です。もうあのね、全然買いやすさが違うで。通常ね、これね、カート,カートが取れてて、プチッとするとすぐ買えるという状態のものが当然オーストラリアで見ると表示されますんで、えー、そんな形で、ね、私のサポートで力を入れてる部分は、まあ、出してみて、高く売れて儲かる商品を見つけると、ね、いうことなんですけど、その大きなポイントがこのカートを取得する。 なぜかというと、こう見え方、買うステップが全然違うというのが言えますんでね、えー、今、スマホ、アプリ、囲い込み、激化している中、ますますカート取得が重要ですんでね、えー、その方向で商品探し、あるいはアカウント作りに励んでいただければと思います。ま,あ、また、ね、疑問点確認したいことをご報告とあれば、チャット枠の方にアップしてください。以上、Amazon トサポーター、堀秀夫でした。